お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、第18試合ライト級スペシャルワンマッチ71キロ以下瓜田淳志選手対平石浩一選手に出場されました。平石浩一選手に、インタビューを伺っていこうと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まず試合終わって一言お願いいたします。めちゃくちゃ前回の動画とかと違くてめちゃくちゃ強かったです、相手の瓜田さん、めちゃくちゃ強くてびっくりしました。そんな中で、勝利を手にしましたが、今の気持ちどうですか？いや、もうちょっとマウスピース投げて声が出ちゃいました、まあ、それが嬉しかったと。気持ちですね、はい、あれが気持ちです。投げたのが、試合前の計量で母国であるフィリピンの国旗を背負ってましたが、あそこにはどんな気持ちが含まれていたんですか？気持ちいいですか？ちょっとフィリピンの地方が強いから、はいはい、もう顔とかフィリピン寄りなんで、ちょっと母親も自分好きなんで、はい、そういう、なんでも親孝行ってわけじゃないですけど、うん、そういう気持ちでちょっと国旗を背負りました、勝手に、はい、勝手に背負いました、すみません。ありがとうございます。ということで、終わったばかりなんですけど、もし次戦大会があった場合出たいのか、その中でこの選手と戦いたいなど頭に浮かんでいる選手はいますか？あります。圭之介がやりたいです。圭之介選手、はい、はい、分かりました。ありがとうございます。やりたいです。はい、では、勝利した平石さんには喧嘩道から金一封が贈られます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲットです。はい、ということで、応援してくださった皆様にカメラに一言お願いいたします。ちょっと勝てたんで、次回も出させてください。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。